ああ、今日も頑張って軽トラカスタムしていこう。こんにちは、内丸です。今日はこんなもの買いました。これはハードカーゴのカラープロテクター。これ色はねレッドですね、赤いやつです。でこれ何に使うかちょっと説明していきますね。軽トラってこういうところにこの煽り倒した時にね、煽りにバンパーとかボディが干渉しないようにこういうゴムのプロテクター物質がついてますよね。でこれをこの純正この黒なんですけど外してこの赤いのに取り替えるということですね。まあ、基本的にはこれドレスアップかな。じゃあ早速取り付けていきます。まずはねこいつを全部取っていきますね。こうやってね、これはねこうやって左に回せば簡単に取れるんですよ、ね、こんな風に形一緒でしょ。でつける時もこうやってはめて、まあ、右でも左でもどっちでもいいんですけどこうやれば取り外し可能です。じゃあこれ全部取っていきますね。はい、これ全部で、8箇所あります。全部取り終わりました。取り終わったらこんな感じ、穴だけ残ってますね。はい、じゃあこれね早速取り付けていきます。これちゃんとね8個分入ってるんですよ、ちゃんと。さっきの純正品と比べてちょっと違うんですけど、純正品これなんですよ。で今回取り付けるのがこれで、これ純正品はねこのさっきのあのくるっと回せばねあのロックが解除されて取れるんですけど、ロック外れてね。でこれはこのままこう押し付けてここにボルトとナットで取り付ける感じになってます。で付属品はボルト、ナット、ワッシャー、あと六角レンチもついてますね。サイズ的にはね純正よりも厚みは一緒で直径がねだいぶこっちの方がね赤い方がね大きいですよね。完全に隠れます。で取り付ける順番としてはこいつにまずボルトをはめてこの状態でボディにつけます。で、今度このボディの内側でワッシャー、スプリングワッシャー、ナットという順番でつけていきます。本体をボディにつけてボルトを挿してで、ワッシャーでスプリングワッシャーでナットの順番 であとは締め付けていきます。はい、こんな感じでできました。さっき、はい、あのね1個分かったんですけど、工具を使ってみてね思いっきりね締め付けてみたんですよ。そしたらねこのボルトゴムの中あるでしょ、でこっちからナット回すでしょ、でそれをね六角とナットをグッと工具で締め付けたらなんとこのゴムのホール穴からこのボルトが抜け落ちるというか、もう締め付けてこっちまで行ってしまってゴム柔らかいからということがあったんで、締め付けすぎには本当注意ですこれ。はい、ということで今日はこのハードカーゴのカラープロテクターを取り付けてみました。皆さんも買ってみてください。内丸でした。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。またねー。